今日買ったらきっと成長するんじゃなくて絶対成長する。だから成長するために自分たちで勝ちをつかみに行くよ。はい、行こう。蹴る前から入ると思ってたので。バモー！ブーナ、ハズバール、おめでとう！皆さん、行こう！本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。会場予定時刻は13時30分となっております。押さないようにね。はい、なんか持ちたい。最初はすっごい緊張して、やっぱ多分みんなからもなんか緊張するの大丈夫だよって言われてたんですけど、なんか緊張もしながらすごいドキドキの方が大きかったです。相手が浦和っていうのありますけど、本当に自分たちのサッカーをできればもう勝てる、負ける相手はいないと思ってるので、はい、絶対出し切って勝ちたいと思います。絶対何が何でも勝ちます。去年より攻撃力は新加入選手が加わって上がったかなと思うんで、いろんなバリエーションで攻撃できたらいいなと思います。今シーズンはタイトル狙ってやっていこうっていうふうに選手同士でも話しているので、カップ戦タイトル取りたいです。うまく前半時間使いながら仕掛けれるときはもうとことん仕掛けるし、構えるときは構える、そこのベリハリだけみんなで、合わせながらね。今日のゲームきっと成長するゲームになるから、Okay、そのために全部みんなで出しよう、みんなでつながり作っていいゲームでしょう、ね、それがやっぱり今日また心に見に来てくれる、応援してくれる人たちの心に響く届くゲームになるはずやから、okay、で最後立って笑って広島太郎最高。しんさん言ってたけど、今日勝ったらきっと成長するんじゃなくて絶対成長する。だから成長するために自分たちで勝ちを掴みに行こう。はい、行こう。Thank you.
の続けるところとギア上げるところと大谷選手も含めて、作りながら勝ちいくよ。もう一回頭入りから集中して自分たちのサッカーしてこのゲーム絶対取りに行きましょう。Thank you.
本当にみんなマジナイス。よく走りました。はい、本当嬉しいです。決勝です。はい、楽しみです。もう本当にみんなに感謝です。ありがとうございます。すごい。やったー、やった。イエーイ。決めた時どうでした？最高でした。お疲れ様です。すっごい楽しかったです。決勝です。はい。すごいドキドキしてます。ありがとうございます。やりました。決勝です。本当に全員で戦ったんで、本当に決勝もしっかり、ね、勝ちに全員で戦いたいと思います。ありがとうございます。シャー、シャー。はい。サンキュー。はい。皆さん、サンキュー。はい。ナイス。はい。ナイス。イエイ。シャー。ナイス。ナイス。ナイス。全て出してる今。最高。みんな最高。さあこれで終わってない。ジェフ戦決勝総合に向けてまた積み上げないか。積み上げるために。みんながそういう状況を作り上げただけの話やから、なんか俺がすごい優しい人みたいないい人みたいになってるけど、違う、みんながこうそういう状況を作っただけの話やから、リオフにしてリフレッシュして、またお分けしっかりトレーニング、またみんなで積み上げられるようにしましょう。2人は代表して頑張ってお願いします。頑張れ。怪我だけ気をつけて、今自分の持ってるの全部出し、日本のために戦ってみてください。本当にこのゲーム勝つか負けるかで大きく違ったと思いますし、自分たちで成長 していくっていうことはもう勝ち切らないと意味がないと思ってたんで、本当に大きなステップになったと思います。まず4連勝っていうことにすごく、意味があると思いますし、タイトルっていうものを挑めるチャンスを自分たちで掴んできたんで、もう一個、もう一回全員で戦って掴みに行きたいなと思います。前半すごい硬くなって自分のプレーっていうのが出せなかったんですけど、後半やっぱいろんな人からもっとできるもっとできるっていうのは言われて、こう前向いたりだったり、シュート打ったりとか自分らしいプレーができたかなって思ってます。もう絶対このまま勝ち進んで優勝したいと思います。まあ、コーナーはチャンスになるって、まあ、ずっと思ってたので、まあ、その部分で信じて中入れて、まあ、愛ちゃんのボール信じて待ってたんでよかったかなと思います。やっとですね、ちょっと長かったですけど、まあ、ここからチームを助けられるような存在になりたいかなと思います。まあ、勝ったけどもっとできなきゃいけないっていうのはすごい感じる試合だったので、自分自身自分をもっと見つめ直して、あと実戦1週間、2週間か、2週間準備していきたいなと思います。まあ、でも厳しい中でも結果出せたらチームとして、そうですね、ここで負けずに、まあ、勝てたっていうのは本当に成長につながると思うので、まあ、もっともっと成長できるように頑張りたいなと思います。
いやもう本当みんなナイスです。もうみんながナイスすぎる。もう自分なんて全然。みんなで耐えました。いやみんなで耐えてもらいました。すごかったです。いやありがとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。いやもうボールを置いた瞬間にキーパーと相手の位置見て、なんかもう蹴る前から入ると思ってたので、なんていうんですかね、あの自分を信じて見えたコースに蹴ろうと思って入ったのでよかったです。本当粘ってすごかったです。いやでもなんかこういう試合をやっぱ今年はあの勝ち切れる、本当にチームで底上げできていると思うので、これをまた次につなげたいですし、リーグ始まっても落とさずにやっていきたいなと思います。